ナバテア王国は、紀元前2世紀前半頃に、ペトラを中心に栄えた、ナバテア人の王国。元来ペトラ周辺を拠点に活動していた、遊牧民であった、ナバテア人は、キャラバン貿易によって莫大な富を形成し、ペトラに占領していた、エドム人を排除して、定住生活を営むようになった。紀元前168年に建国され、 キャラバン貿易の招待路に沿う形で領土を広げていった。紀元前63年にハスモンガサイスラエルの内戦に介入するが、共和制ローマ介入によって、最終的にローマ軍にペトラ目前まで攻め込まれ、ローマの属国となった。その後、アラビア半島西を通る交易ルートは、航海を通る海上ルートが主流になっていったため、 ペトラの商業都市としての重要性が低下し、その衰退の勢いを止めることができないまま、106年にローマのアラビアペトラエア族州に組み込まれて消滅した、交易の要衝に位置していたこともあり、ナバテア王国は周辺国家との交流が盛んであったと考えられており、当時のペトラは多数の外国人が居住する国際都市であったと考えられている。王国の収入は交易による 関税収入が主であり、国民の多くは対象活動に従事していたと考えられており、そのため王政ではあったものの商業貴族の権力が強かったとされる。国境を接するハスモンアサやローマ帝国、アシリア、古代、エジプトなどの周辺諸国からの文化的、宗教的影響を受けた。権力の孤児のために作られた岩屈坊であるエルカズネを含むナバテア王国の遺跡群は、 世界遺産に指定されている。ナバテア人は元来来たアラビアを起源とする遊牧民族であり、羊の放牧や盗賊家業、ラクダを利用した貿易などを行いながら、当時エドム人が居住していたペトラを拠点に生活していた。彼らは当初アラム人に起源を持つ人々であると考えられていたがその説は否定されており、言語や宗教などの証拠から、 アラビア人の一部族であることが確認されている。彼らが北アラビアに現れる以前のさらなる起源は知られておらず、南アラビアのイエメイやアラビア半島東海岸、ヒジャーッツ地方など様々な出身地の仮説が立てられている。その名前の類似性からアッシリア王アッシュールバニパルに打ち破られたナバイチ族や旧約聖書に出てくるイシマイルの子ネバヨテ。 その誤った関連付けがしばしば行われる。ナバテア人は文字を持っていたが、自身の歴史を書き残しておらず、ナバテアへの言及は、紀元前30年頃に、ナバテアに住んだ古代イギリシアの歴史家シケリアのティオドロスによるものが最古である。ティオドロスは、彼の時代からさらに300年前の情報を収集しており、王国成立前の紀元前312年に、ナバテア人に対して行われた。 アンティゴノス一世による。それによれば、紀元前323年のアレクサンドロス3世の死後のディアドコイ戦争において、アンティゴノス一世は、レバント地方を征服して、ペトラの北方までその勢力を伸ばしていた。ナバテアは、当時からキャラバン貿易の成功により多大な富を築いており、ナバテア人は、アンティゴノス一世の略奪のターゲットとなった。 しかしながら、ギリシア軍による三度の襲撃はいずれもギリシア側に損害を出して失敗に終わり、その後アンティゴノスは他の重要案件に対応するためにアラブ地方から手を引いたとされる。このディアドコイ戦争における対立に乗じ、ナバテア人はエドム人の領域を超えて自身の支配権を広げていった。紀元前4世紀前後には1万人弱だった。 ナバテア人の人口は紀元前2世紀頃になると20万人近くに膨れ上がり深刻な人口増加問題を抱えるようになる。この頃のナバテア人は馬を連れて遊牧していたことから、ナバテア人はアラブ史上初の馬を導入した民族であるとされ、ナバテア人は騎馬部隊によって小隊の護衛を行うことで交易の安全を確保していた。 もはや遊牧生活では立ち行きが難しくなった。ナバテア人はその頃から定住生活に移行を始め、エドム人の住むペトラに腰を落ち着けるようになり、紀元前168年にナバテア王国が誕生した。初代の王は荒れた水星、古代中東の交易路。ペトラはキャラバン隊が運んできた、香辛料がガザの港からヨーロッパへ運ばれるまでの最後の登竜地であった。 もともと馬を使った貿易を行っていたナバテア人の定住により、シルクロードの通称上の要所でもあったペトラは、対象都市として繁栄を極めた。優れた考え、貯水機能を有し、砂漠の都市にもかかわらず水に不自由することはなかったという。交易により、巨万の富を築いたナバテア王国はペトラから、エドム人を排除して、領域の支配を固め、 一方で超大国であったローマ帝国とは対立を避けることで国を安定させた。初代王のアレタス一世の時代にはすでに貨幣の中造が始まっており、広範囲な経済的、政治的自由を謳歌していた。建国当初から近隣のハスモンアサとは友好関係にあり、セレウコス朝との対立においては同盟を結んでいたが、時代が下るにつれて敵対していった。ヨーロッパに向かう、 キャラバン貿易の交易路の終着点がガザの港であったためガザではナバテア人が強い影響力を持っていたがプトレマイオス朝と構想していたハスモガサの王アレクサンドロス・ヤンナイオスは紀元前100年頃にガザがイスラエルよりもエジプトに協力的であったとの理由でガザを包囲したガザはヤンナイオスに対して降伏しヤンナイオスは さらに領土拡大のための軍事作戦を開始して、ダマスカスへの道沿いに、モアブ北部やキレアド、そしてナバテア王国領のトランスヨルダン北部を占領していった。このヤンナヨスの拡張政策は、ナバテアの公益関係者を脅かしたため、地域秩序の回復のため当時の国王をおぼ出す一世は、ハスモンアサとの戦争に踏み切り、紀元前93年頃のガダラの戦いで、ヤンナヨスを破った。 その後、ナバテア王国の影響力が増加していくことをよく、思わなかったセレウコス朝はナバテア王国を攻撃したが、ナバテア王国は、かなの戦いで、セレウコス朝のアンティオコス12世を打ち取り勝利を収めた。この勝利によって、オボダス一世はナバテア国民に神として崇められるようになり、ネゲブ砂漠に彼を記念するための油と神殿が建てられた。 紀元前1世紀頃よりその対象路に沿う形で、領土を拡張していき、紀元前84年から紀元前62年にかけてのアレッタス3世の時代には、ダマスカスや市内半島までも領土に加えて、ナバテア王国の最大半島を築いた。紀元前65年、アレッタス3世は、ハスモンアサのヨハネヒルカノス2世の要請によりユダヤの内乱に介入し、兵を送って、 エルサレムを包囲した。しかしながら、その翌年に、グナエウス・ポンペウス率いるローマ軍がユダヤの内戦に介入すると、ポンペウスはナバテア軍を同活して、イスラエルから手を引かせた。紀元前63年、ポンペウスはヒルカノス2世を支援して、エルサレムを占領し、ヒルカノス2世をイスラエルの王位につけた後ローマへと帰還したが、ポンペウス配下のマルクス・アイミリウス・スカウルスは、 オリエント地方に泊まって、ナバテア王国を侵攻した。ペトラの目前に迫ったローマ軍を前にアレタス3世は、300タレントの銀を支払っては牧師、ナバテア王国は、ローマの属国となった。紀元前9年から紀元後39年にかけての、アレタス4世の時代にはその領土をダマスカスから、ヒジャーズ地方までの砂漠周辺部とネゲブ地方まで広げ、メソポタミア、 南アラビアから地中海に至る、ほぼすべての対象路を掌握した、アレタス4世の娘は、ヘロデ朝の君主であった、ヘロデアンティパスに嫁いでいたが、ヘロデが、娘と離縁してヘロデアと婚姻したことからユダヤに、侵攻して、ヘロデ軍を打ち破っており、この事件は、イエスの洗礼を行った洗礼者、ヨハネの死の原因ともなっている。また、 新約聖書のコリンとの信徒への手紙ににはアレタス4世がダマスカスにおいてパウロを捕獲しようと試みたことが記されており、ローマの市民権を有するパウロをローマの属国であったナバテア王国が捕獲しようとしたことからユダヤ人がナバテア王国において影響力を有していたと考えられている。また、アレタス4世の名を記した碑文には人民の友と記されており、これは ローマとの友好を示す、ローマの友、皇帝の友と対応なす言葉であることから、この時代のナバテア王国は、ローマとの関係が良好でなかったと考えられている。西暦1世紀頃になると、アラビア半島西域を通る交易ルートは、航海を利用した海上貿易が主流となり、一方で、陸上交易路としては、ペルシャ湾からシリア砂漠を越えて、 地中海地域へと抜ける交易ルートが活性化した。そのため、パルティアのハトラやシリアのパルミラなどのペルシャ湾ルート上の都市が商業都市として台頭し、相対的にナバテア王国の商業都市としての重要性が低下していった。また、アラビア半島における他のアラブ部族との競争も激化していったことから、ナバテア王国の国力は次第に衰えていった。さらに、 ローマ帝国は、ナバテア人の勢力を抑えるため、ナバテア王国に隣接するシリア族州において、デカポリスを編成している。その後ナバテア王国は首都ペトラからボスラへと戦と、したが衰退の勢いは止まらなかった。106年にナバテア王国のオーラベル2世が死去すると、ローマ帝国は、ナバテア王国の主要都市であった、ペトラ及びボスラを征服して、 アラビアペトライア族衆へと併合した。ナバテア王国の滅亡後もナバテア人の根拠地であった、ペトラはアラビアペトライアの一都市として勢力を保っていたが、363年に発生した大地震の影響からペトラは対象路として機能しなくなり、陸上交易の要所としての地位をパルミラに明け渡す、形で次第に表舞台から姿を消すことになる。一方で、 アラビアペトラヤ併合の直前にナバテア王国の首都となったボースラは、その後、アラビアペトラヤの首都として繁栄した。その後1812年に、スイス人、ヨハンルートビヒブルカハルトにより、ペトラ遺跡として紹介され、1958年からイギリス・アメリカの合同調査隊が、ペトラ遺跡の発掘調査を実施し、ローマ時代以前のペトラについて明らかにされることとなった。 ナバテア文字の秘文、ナバテア人の言語についてであるが、マカバイ一応予びに、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史では、ナバテア王国をアラビアの王と呼んでおり、発掘されたナバテア文字秘文の人命研究から、アラビア語の特徴が顕著であるため、アラビア語の一派であったろうと考えられている。彼らは、帝国アラム文字の後ろ身の一つである、ナバテア文字を使用していた。 紀元前3世紀頃から紀元後5世紀頃までシリア北部からアラビア半島南部のイエメンまでの広い地域に多数のナバテア文字被文群が確認されているがこれらはナバテア人の活動範囲の広がりに重なるものと考えられ被文群はほとんどの場合アラム語によって書かれている紀元前後からアラビア半島からメソポタミアシリア全域にアラブ系の諸部族が 公益や定住などで多数進出していたことが知られている。これらのアラブ系の諸勢力は、もともと完全に独自の文字を持たなかったが、話し言葉は当然ながら、アラビア語系であったものの、多くの場合、書き言葉としてアラム文字とアラム語を借用していたようである。ナバテア人もまた同じくアラム文字を独自の書体に変化させたナバテア文字を用い、アラム語で碑文などを書いていた。 今日のアラビア文字の元となったのは、4世紀から5世紀頃に、アラビア半島西岸のヒジャーツ地方を中心に、用いられていたナバテア文字の一種から派生したと考えられる。特に5世紀以降から、ナバテア文字や最初期のアラビア文字によって、アラム語ではなく、アラビア語で書かれた碑文が見られるようになる。1952年に、サウジアラビアのタブーク州で、イギリスのジョン・フィルビーが、サムード語 ナバタエゴの新秘文2500個を集めている。その他、ペトラ周辺では、南アラビア文字と呼ばれる文字が多数発見されているが、どのような経緯でナバテア人に伝わったのかは、はっきりしていない。ナバテア王国は王政であったが商業貴族が大きな権力を持っており、どちらかというと民主政治に近かった。首都であるペトラ以外の各都市には、王の大官が在住し、 生を行った。また、ペトラには裁判所らしきものもあったようであり、かなり高度な統治を行っていたことが伺える。ナバテアは、公益によって繁栄した商業国家であったため周囲の国家との交流が盛んであり、首都のペトラには多くの外国人がいたと考えられている。また、騎馬隊を保有しており、対象論の防衛などに当たらせていた、公領を中心とした貿易と、 公益による関税収入が主収入となっており、ナバテア人の大部分は対象活動に従事していた。ナバテア人は元来有牧民族であったが、定住化に伴い農業を行うようになり、ブドウやイチジクなどの果樹栽培、家畜の飼育なども行っていた。また、生産したブドウを利用してワインの生産も行っていた。ナバテア王国の代表的な建築物であるエルカズネ。 ナバテア王国の領域が、エドム人の居住また、シリア南部や市内半島を勢力下に置いていたことから、ローマ帝国やハスモガサと地理的に接しており、それらの国々の文化の影響も強く受けている。例えば初期のナバテア王国は彫刻などの造形技術を有していなかったが、ローマ文化の影響を受けた、紀元前1世紀以降には心臓などの彫刻が多数。 作られるようになっている。建築技術においても、アッシリアやヘレニズム文化などの影響を受けており、その美しさからペトラなどのナバテア王国時代の遺跡は現代でも観光名所となっている。ナバテア王国では、権力の故事のために壮大な岩窟を作成しており、その代表的なものに、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦に登場することでも有名なエル・カズネがある。 そのような岩屈棒を含むナバテア王国の遺跡群はユネスコによって世界遺産に指定されている。ナバテア人は宗教基盤として古代アラブ人の宗教観を持っており、主神としてオアシスの法上を司るドゥサレスを信仰していた。ドゥシャラはシャラ山の味方という意味のナバテア語に由来し、山を神聖なものとする山岳信仰の系譜であると考えられている。また、 ズシャラの神殿には崇拝の対象としてステラと呼ばれる石の柱が置かれており、石中崇拝としての側面も有していた。その他、アラートやマナート等のアラブで伝統的に信仰されていた神々やクトゥバーという名のナバテア独自の神などが信仰されていた。紀元前一世紀頃になると、これらの神々はローマ文化に影響されてギリシャ神話の神々と集合されていった。また、 世界交易の中継地であったことからエジプトなどとも交流があり、ペトラのエルカズネにはエジプトの遺失人をかたどった彫刻も見られる。ストラボンの地理史にはナバテア人が宗教儀式として公木を焚いて太陽を祀っていたことが記されており、神殿の遺跡からも公を拓大が発見されていることから、ナバテア王国の宗教儀式において公木が重要な、 役割を持っていたと考えられている。砂漠の遊牧民には飲酒の習慣はなかったが、都市に定住するようになったナバテア人はワインを生産して、頻繁に支援を行っていた。ナバテア王国における主演は、宗教的な儀式と結びつけられ、13人一組で会食を行い酒は11杯以上飲んではならない、などの作法が定められていた。ペトラなどの遺跡では、 このような宴会用の施設が発見されている。ありがとうございます。